立ってる。 TV 分かりやすい、さすが TV。 さあ柴田さん、さあそれではプロレス決勝戦の戦いは選手の入場です。まずはこの選手、今回なんと初の決勝戦に挑みますのは菅野瑞穂プロ。さあ対するのはこの選手、パーフェクト女子2017年間ランキング第1位、チョイスの5レッグ中3レッグ選手で行います。これから戦う2人ですね、もう一度皆さん応援の大きな拍手よろしくお願いいたします。本年度最後の決勝戦ですね。さあそれではですね、2人練習スローの後決勝戦スタートです。よろしくお願いします。いやー、僕のね来年の最大の注目は柴田さんがこのまま来年もパーフェクトに携わってくれるのか。最近テレビめちゃめちゃ出てますよね、柴田さん。はい、柴田必要だったか、必要で漫画な、あの人知ってるみたいな、柴田さんじゃんみたいな、なんでパーフェクトに、すごいんだパーフェクトってなるじゃないですか。はい、柴田さん教えて TV 出た、マジ、あ、柴田さん出た、出たね、出た、ごめん、すみません、失礼しました、すみません、ごめんなさい。たまにね、俺たまにね、ちょっとやらかす。さあ、あー、うわ、すごい、この飛ばし方やばいっすね、やばいっすね、この飛ばし方見た、今の飛ばし方、いや、すごいっすね、この飛ばし方は。いやいや、でもこんな投げ方できないですよ、やっぱ決勝に来る選手の投げ方ですよね、やばいですね。一本の話はやめて差し上げろ、一本、あ、一本、僕ちょっと見たんですけど、柴田さんがアドリブが効かなかった話、それわかんないですけど、こういきます。おっと、来た、菅野選手はね、試合もそんなに出てないですよね、地元とか東京ですよね、こう、まあ、お嬢様だからですね、あの外泊禁止らしいんですよね、外泊禁止なので、はあはあ、こう羊がついていくところじゃないといけないんですよ、はあ、さあこのでもフォロースルーと飛ばし方は尋常じゃないですよ、もうちょっと違いますよ普通の人と。こう待ってるのもこうね、なんか、いやこんなにすごい腕の振りできるようになったんだ。いやこれはちょっと期待持てますよ、菅野選手。外す感じしないですもんね。うおー、これやばいよ。
いやいや、手綺麗だよ、使い方。阿佐ヶ谷姉妹とか言ったらダメですよ。いいですよ、これは。これはって言ったらすごいですね。飛ばし方が半端ないですね、うん、いいと思います。この腕の使い方をできる女性はそんないないですよ。また来年新たなね、選手出てきそうですね。菅野選手、こうダーツもこう、ね、実績が上がってきたのか、もうちょっとおとなしくこう猫背気味にこう戻っていってたんですよね。シャンシャン戻っていくようになりましたね。ナイスグループです。さすが年間チャンピオンですね。112でね、もうフィニッシュしちゃうよ私みたいなね。ただ125ですからね、ブルーから行くとは思いますが、ブルーからの、あ、15から行くんだね。はい、15ブルー60決めれるのか。さあもう一回ブルーですね、今度は。はい、4を残り。さあ佐藤かすみ、ここはね、まあいつも決めてるパターンですね。ブルからの、あ、さあそして60クワッと見る、決める。はい、ルンルン歩き出ました。はい、ルン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 来ました。わかりやすい佐藤かすみね、ルンルン歩きで帰ってきました。お辞儀の角度90度ですね、やっぱりね。さあクリケットちょっと見てみたいですね、菅野選手の。菅野選手の奇跡ってどんな感じだったんですか今日は、うん、どういう勝ち方で。ちょっと見たいですね、こう予選ロビンからの、予選の成績からの。PPD でも33打ってたね、うん、あそこを打ち抜いてくる、やりますね。さあそしてカット先。
ドスルー。さあそして菅野選手はどこチョイスするのか。17、あカットからいくんですね。うん、ここちょっともったいないですね。さあもう一回、あれここのこれはいただけない。さあこれでオーバーからの、あー2本ミスだ。さあ17、18か18か。いやでも本当に理想的なこうね腕の使い方しますよね。いやーこれ菅野選手強くなりますよ。はい、菅野選手は17チョイス。どうする、うん強気な攻めね。目もキラッとしましたね今ね。さあでもああいう入れ方できるっていうのはちょっと尋常じゃないですよね。なんかもう頑張ってほしいですね来年ね、スキル上げてまた来年ね上位に来るような選手が準決勝でね大城あかり選手に勝って決勝上がってきたんですからね、立派なことですから。さあどうする、16オープンなのか19カットなのか。よくよく見るとこうなんかこう、ね、美しいですよね、綺麗ですよね。ちょっともうちょっと書きすぎですよあなた方、もうど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 うですよ。さあでもクリケットもね、いい打ち合いしてますよ佐藤霞を相手に。さあ佐藤霞はオーバーカットはできずですね。どうする、おーダブルカットだ。まあ、大城あかり 3-0 ですからね、すんごいですよ。狙ってますね、狙ってますね。
逆ビッグラン、逆来ました。やばれ、やばなれの感じがやっぱりちょっと常人じゃないような、常人じゃないって言ったら言葉悪いですけど、菅野選手ね、やばなれの感じがちょっと違う感じしますけどね。上手くなる選手の匂いがしますけどね。いいですよね。山選手に勝って、川島選手に勝ってですね、そして吉井選手に勝ってベスト8、その後はベスト8だから1回戦は、あ、清水選手、あ、清水清大城あかりに勝ってっていうのはすごいですね。清水大城あかりからの決勝、まあ、全然ですね、決勝に来れるぐらいのなんか雰囲気は持ってますけどね。もう一本、そしてビッグランチャンピオンルンルアルク、そして加点しない、もうゾーンに入ってきましたね。もう腕が振れば入るっていうね状況ができてきてます。飛ばすのもうまいし楽しみですね、はい、今日はねちょっと厳しいですけど、いや来年は期待持ってる選手がまた出てきますね。ここまで皆さんありがとうございます。それ
まして年間チャンピオンになりましたけど、はい、ということで見事優勝、佐藤佳純プロでございました。おめでとうございます。はい、さあそれでは見事優勝を決めた佐藤佳純、失礼しました。引き続き2017パーフェクト男子最終戦決勝戦を今から来るんですよね。準備ができるまで今しばらくお待ちください、はい、さあ強かったですね。さすがです。もう今年はね女子は特にもう佐藤に始まって佐藤に終わるみたいなね、見事な戦いぶり。決勝戦もね、まあ新鋭のね菅野さんに対してね、臆することなく堂々としたダーツ。はい、来ました。はい、どうぞ。ナイスダーツ。お疲れ様です。はい、お疲れですね。優秀の B を飾りましたね。はい、はい、今年はもう佐藤に始まり佐藤に終わるみたいなね、そんな年でしたけど、はいはい、いかがですか。そうですね、今年は、うん、いろいろ経験にもなったし、うん、経験を踏まえてそれで優勝も重ねられたのでよかったなと思います。ね、はい、素晴らしいですね、はい、今年もなんか負けて涙勝って涙みたいな年でしたけどね。いや、もう情緒不安定でしたかね、うん、情緒不安定じゃないと思いますけど、はい、あ、本当ですか。まあまあまあ、もうやっぱりねこうね、はい、女王のねやっぱりね、もう女王のこの気ぐらいさっていうのを、ね、来年は持ってほしいよね。そうですね、堂々として、そういう場面も、うん、はい、やっぱ必要だと思うので、うん、頑張っていきたいと思います。はい、勝っても泣かない、負けても泣かない、キリッとして始まり、ね、キリッとして終わるみたいな。そうですね、かっこよくいきたいです ね、ぜひぜひ。やっぱりね、はい、そのやっぱりこうね、まあまあ今年はね、あの念願チャンピオンを取って素晴らしい1年だったけど、はい、来年はもうその受ける立場としてね、相手のどんな力にも負けないようなね勝ち方をして、堂々と勝って、はい、堂々とコメント吐いて、たまにはちゃんと、はい、うまい喋りを見せつつ、はい、ゾーンと、その辺も勉強していきたいですね。いや、やっぱね、はい、いやいや、チャンピオンだからね、やっぱりね。でも本当にね、今年はもう何が一番変わった感じですか。やっぱ最終戦のあの藤野ゆかりさんに負けたのが一番私の中で悔しくもあり、その変えてくれたので、まあ藤野さんのおかげですかね。あ、まあ良きライバル、そうですね、良き友であり良きライバル、そうですね、仲良しなんですけど、ね、仲良しなんですね、はい、でもほら二人がねお互いこう向きになってこう戦う姿を見てね、やっぱりこの2人はもう本当に持ちつ持たれつでこうしのぎを削って頑張ってるんだろうなと思ってね、ぜひ頑張ってほしいですね、はいはい、来年の抱負をズバリ言ってくださいよ。来年、いや、まあ、叩かれちゃうと思うんですけど、連覇頑張りたいと思います。叩かれてはない、叩かれないと思う。当然連覇でしょ。当然ですか。いや、うん、そのなんか調子乗ってみたいになるんですけど、やっぱ気持ちは上を目指していきたいので、連覇というよりは自分に勝っていきたいですね。あ、そうです。はい、もうね、もう優等生的な、ね、女子ばっかりだから、俺はもうどっちかって言ったらもうはっきり言ってほしいね、うん、そうですね、来年も勝ちますよって。そうですね、うん、来年も勝ちます、ね、このね悪口なコメント書いてる皆さん、お前らもう見てろよ、来年お前らまでボコボコするからなみたいないや、もうそのコメントをねしてくれるだけで本当に嫌いな人は多分すぐ見ないので、まあね、その決勝の人もまあ控えてるのであれなんですけど、でもこうやって見てもらって、まあ叩いてもらうのもやっぱ見てもらう特権というか。そんなに叩かれてんの。いや、結構わざわざメッセンジャーとかでなんかすごい叩かれてるよ佐藤プロみたいな、わざわざ教えてくれるんですけど、そういうのは、あ、わかりました気をつけますとは言うんですけど、まあね、やっぱいやね、
そう、はい、叩かれることによって自分が強くなっていく。そうですね、本当に、うん、あの叩かれてやっぱ私今年強くなったんで、来年もよろしくお願いします、はい、で一言言ってやってよ。え、叩くだけ損ですよって言ってやれ、言ってやれ。いや、もう私もっと強くなりますからね。いや、叩いたら叩いた分だけ強くなるので、もっとお願いします。はい、はい、そういうことです、はい、ね、すみません。はい、頑張ってください。で、あの今日ですね、小野選手のキーワード、はい、最後にふさわしいキーワード、うん、ズバーンって言ってください。どうしようかな、来年もパーフェクトよろしくお願いします。っていうのでどうですか、キーワード。いやいや、来年も金稼ぐべみたいな感じの方が良くない。いやいやじゃあ来年もお金ってやりますか。あ、そう、それでいこう。やべえ、やだよ、やだよ。来年も稼ぐべ。あ、いやいや、自分で決めて。俺が言ったらおかしいね。あ、じゃあ、まあ、何、うん、それでいきますか。じゃあ、言ってバーンと。来年も金稼ぐぞ。オッケーひどいよ。いや、全然いい、それで、はい、じゃあ、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました、はい、佐藤和美、来年も稼ぐぞということでね、頑張ります。はい、はい、応援よろしくお願いします。はい、はい、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございました。ういっす、ナイスアーツです。素晴らしいダーツ、ありがとうございました。ありがとうございました。あーね、はい、はい、はい。